皆さんこんにちは、ソフィーの家ミラー役の愛坂優香です。本日は皆さんより一足お先に、ソフィーのアトリエをプレイさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。プレイしたいと思います。早速、これはニューゲームですね。よし、休憩終わり。もう早速喋り出すんですね。すごい、なんかこんなに普段からクリアな映像だと思ってなくてびっくりです。ここでプニプニ玉を入れて、なんか今となっては懐かしいですね。いい調子。あとちょっと混ぜれば。これは失敗フラグというやつですね。いや、なんかすごく懐かしい。ソフィーは一生懸命なんだけども、錬金術はちょっとなかなか失敗も多くて、今絶賛頑張ってる途中。教会の鐘の音が響き渡る。こんなナレーションもあるんですね。なんか錬金術がパーンと上手くなる方法とかねえのかな。そしたらこのアップの顔がもうめちゃくちゃ可愛いですよね。お、あ、はい、誰か来ました。来た。モニカさんですよ。なんだかすごい匂いだけれど。美しい。これは来ましたね。井口さんの登場です。こんなに驚いたっけ。私すごい驚いてますね。厳しいですね、プラフタさん。妙ですね。ねえ、プラフタ、まさかとは。釜が存在することは覚えているけど、詳細を忘れてしまったようで。そのようです。ならなぜドヤ顔で言ったっていう。だけ持たせといてあんまりだよ。なんかあの某猫型ロボットアニメのやり取りを今思い出しました。なんでだろう。しかし、調合します。よし、何を作ろうかな。何を作ったらいいですか。もう、ゼッテルって何ですか。紙ですか。じゃあゼッテルにします。え、これってどうしたらいいの。これってなんか向き変えられたりするんですか。あ、しない。このまま。いっちゃいました。苦い顔をされました。でも一応できた。これでいいかな。よし。はい、できました。ソティ。
じゃあ外に行ってみます。あら、ん、ん、お、あれ、エリーゼお姉ちゃん、おや、ソフィー、おかえりなさい。ソフィー、プラフタが人間になったって本当なの？エリーゼさん、来た。ね、これで楽しみがまた一つ増えました。うん、いい話。水くみ、え、ほう、今の採取だったんだ。服の好みか、難しいですね。ほら、こんな色がいいとか形がいいとか、これはもう作ってくれるってことじゃないんですか？羨ましい。では、移動してみようと思いますよ。こっち？じゃあここで。ほう、え？やばい。めっちゃ転がってきた。やばいな。戦ってみますか。怖いけど。あれ、何ボタンで、あ、ちょ、すしゃ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 、あ、飛んでけ。おお、行くわよ、それ。おお、攻撃を維持するわよ。おお、倒した。倒した！すごい、仲間がこうやってくれるのいいですね。はい、お腹が空いてきてしまったソフィーさん、衣装をですね変えまして、変身後の衣装で、ボスに挑もうと思ってます。怖い、この人強いんだよな。さあどうしましょう。まずコルちゃん、これはね強いと思うんで、ちょっといろいろもう使っちゃいましょう。おお、やばい、なんか来た。おお、いけ、ソフィー、いけ。続きます。かっこいい。さあ、まだまだ死なないですね。自分に使うです。うん、回復した。やばい、やばい、何？やめてくれー！こらこらこら！これまずいんじゃないかな。これまずいんじゃないかな。結局はこれが全て。失敗はありませんよ。攻撃に参加するよ。あれ？何？あ、し、え？倒した！危ない！はぁ、危なかった。なんとか倒しました。はぁ、よかった。さあ、皆様お待ちかね、ドールメイクをやってみたいと思います。さあどうしましょう。え？あ、そっか。どうしよう。
このキラキラ。素晴らしい。ほう、褒められた。どれを使おう。どうなるの？全く変わんなかったよ。あれ？なんで？ちょっと待って。もう一回やってみます。これウンディアって書いて、ウィンディア、ウィンディアって書いてあるから、ウィンディアになるってこと。そっか、じゃあウィンディアにしてみますか。あんまりいい予感がしないってどうなるの？いいじゃないですか、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。さあ、プレイしてきましたソフィーのアトリエ、皆さんいかがでしたか？そうですね、のほほんとしていて、やっているととても癒されるんですけれども、ちょっとバトルシーンとかなかなか手ごわい敵が来るとちょっとドキドキしますよね。まあ、ちょっと今回はボスをなんとか倒せたのでよかったですけど、これがニコ生でやったようにハードモードになったり、また先に進んでいくともっと強い敵がいたりとかするのかもしれないし、鍛えて錬金術でたくさんアイテムを作ってどんどん自分を強化していく必要がありそうで、やり込みがいがあると思います。皆さん発売待っていると思うのですが、私のこの動画を見てよりやりたいなという気持ちが膨らんでいたら嬉しいなと思います。はい、皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。愛坂ゆかでした。